部分ある YouTube。 どうもともきんです。麺をなんとかね出そうと思ったんですけど、中のルーのあれだけスープの素だけしか出てこなくて、今お湯はふつふつと沸かしてるんですけど、麺をねいくらやっても出てこないんですよ。なので、こちらにお湯を注いで、麺が柔らかくなったらこちらに移して、食べるときに、動画を上げたいと思います。ふやかしたらこうやって綺麗に出ました。ということでこれをふやかしてもうちょっと柔らかくなったらね食べ頃だと思うんで、また追加で動画を貼り付けたいと思います。どうもともきんです。もうふやけるというところがもうねダメなんで、麺が柔らかくなりすぎちゃう、ごく一部分だけね。うん、なので持ってまいりました。はい、いやいやいや、これね食べようと思ったんですけど、あたたたたたたた、ほらいい感じになってますよ。あららららら、スープがね溶けなかったです。先にねお湯でちょっと溶いとけばよかったですね。それではいただきます。今日も皆さん一日お疲れ様でした。うん、おいしい。うん、おいしい。やっぱカレーはいいな。うん、あ、じゃがいもがまだふやけてなかった。買ってシャリシャリって言った。まあ食べて食べれないことはないもんね。うん、おいしい。うん、いやほんとおいしいな。シーフードもねよかったんですけど、ビッグサイズがねちょうどなかったんで、商品がね品切れっていうか売り切れちゃってて、まあカレーも大好きなんでね、やっぱなんつっても僕的にはカレーですよ。うん、うまい。そして濃厚、お湯がね少なかったんですよ、入れたのがね。なのでスープが濃厚ですけど、下のところがうまそう。濃厚カレーいいよね。うん、うん、濃厚でうめっ、うめっ、最高。うん、最高。こんな時間にもね食えるっていうね、素晴らしき。うん、うん、もうね、筋トレもいいんですけど、まあ、まず太ってから筋肉に変えるっていうね感じなんですよね。なので、あ、すげえ濃厚だこれ。なので太ってから筋トレをすればよかったですね。ちょっとね今からも遅くないか。うん、うん、スパイシーでうめえなこれ。うめえよ、もうたまんね。そう、今日久々にね、久々っていうかどのぐらいぶりだろうな、冷やし中華を食べたんですよ。だけどやっぱりカレーだな。うん、僕はカレーだね。まあ暑いからね、冷やし中華もいいんですけど、こう暑い時こそカレーを食べてね、汗をいっぱいかいて体からね老廃物をいっぱい紛失じゃねえな、排出してもらって、冷やし中華だとまあお酢が入ってるから体にもまあいいか。うん、こりゃいいな本当に。こんな食い方もいいね、量、お湯の量を減らすっていうね。うん、そうするとスープが薄くならないで、標準で作ると薄くなっちゃって、まあ、カレーの味がね損なっちゃうんですけど、カレー味が濃い方が好きっていう方はお湯をね、ビッグだと、ビッグのカップ麺だと2杯分ぐらいで食べればちょっとね濃くて美味しいです。うん、まあ誰もね僕みたいに3杯分そう食べるなんてね言わないんで、そういう食べ方をしたいなっていう方はちょっと目分量よりもお湯を少なめに作ってあげれば
あのカレーライスのルーあるじゃないですか。あれっぽくなるんですよね、ルーが。こうやってね、あの見えますか、こうやって濃厚になって絡んで、すんごい美味しいです。うん、さらっとしたねスープが好きっていう方は標準で作っても構いません。僕はこれ新発見だと思いますね、自分でやっときながら。まあこれも自己満足ですけど、うん、うん、うん、あ、ちょっと熱いんで祖父生きてますやっぱね、こう汗かくのが一番いいですよ。で、ザーッとさシャワーでもね浴びればなおさら気持ちいいです。うん、うん、うん、あのラジコンヘリはね知り合いにあげました。俺欲しいなって言ってたんで、はい、あげちゃいましたで、以前の動画でフルコンプした、マグネット、あれもフルコンプであげました。で、僕が飲んでいるあのプロテインも、そんなバナナと、リキューマチョコ風味の、プロテインでチョコバナナ風味を作って、飲ませてあげました。うん、最後は濃いな、美味しいぞ。うん、うわ、すげえ麺が少なくなったらすげえ絡むようになったぞこれ。ほら、ほらほらほら、こんなね、ぎっちり。これスプーンじゃないと食べれないぞっていう次元だな、このスープ。うん、うん、うめ、うん、うめ、うめ、これはね、俺喜んじゃった。うん、もう夜中1時20分だもんな、なのにこんなん食べてるっていうね、すごいよね。うん、だってお腹空いちゃって、そんないっぱいね動いちゃったんですよ、珍しくね。何も、まあ何も食べてないわけじゃないですけど、昼間そうだな、プロテインだけしか取ってないですね。プロテインとお水だけで、夜ご飯に、冷やし中華を食べて、夜ご飯って言っても6時半から7時ぐらいかな、そのぐらいに、冷やし中華ちっちゃいのね食べたぐらいで、うん、その後は何も食べてないですね、口にしてないですね。したって言えばコーヒーぐらいかな。うん、うん、麺がないと寂しいな、これ。これ、あとご飯があったらすごい進むね。うん。ご飯の上にバラーってかけて。ごちそうさまでした。食べ終わったんでね。あと、スープは、もうちょっとお湯を足してね、あの、さらっと飲める感じにしたら、ちょっとこれだと濃すぎるんで、あの、飲みづらいんで、ま、ちゃんとね、麺は食べ終わったんで、麺だけね。食べ終わったんで、あとはスープは、この残りのスープは、もうちょっと薄めて、ほんの気持ち薄めて全部完食して、薬を飲んで、寝たいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。Twitter、Facebook、チャンネルリンクの方もペタペタと貼っときますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。それではいきますよ、最初もブンブンジャンジャンコン。